皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。さあ今夜も血まみれクローデット、こちらのパークでやっていきたいと思います。さあそしてね、今回もポイント2倍での期間なので、ちょっとオファリングね、経験値アップ持っていきましょう。さあ今回もね、メンバービル G、 クローデットからのフェンミンとなっております。皆さんグッドラックとね、たまには言わせていただきましょう。いやー、まだね、あのポイント2倍での期間にプレイしてるんだけど、多分ね、動画を上げてる頃にはね、もう確実に終わってるんじゃないかな。あ、生存者がニコってしてくれたね。うん、という感じで、さあファリングなんだろうな。私の経験値アップ、あ、生存者運上がるやつだね。多分これ使用した人一人だけじゃないかな、運が上がるの。という感じで今夜もね、デッドバイやらせていただきましょう。で、まあ、あの新殺人鬼のドクターが増えたり、まあいろいろね、あのアップデートとかね、あのちょっと修正とかが入ったりしてる関係で、最近殺人鬼ね、トラッパーがちょっと少なくなった。トラッパーがちょっと少なくなったけど、ブギーマンもねちょっと少なくなったかな。またねすぐ戻ってくるかもしれないけど、さあ今回の殺人鬼一体なんだろう、非常に楽しみな感じとなっております。さて、経験値2倍だかな、私も頑張っていきたいな。ハドンフィールドか、いや私ハドンフィールドすごい苦手。ハドンフィールドね、部屋暗くなるんだよね、室内入ると。さ、こっち、おっと、ちょっと瞬間移動した。こっちの方行ってみようか。まあトーテムもできるだけ壊していきたいし、発電機も集中して。お、トーテム、あれ光のトーテムや、嘘でしょ。あ、なんか嫌な感じ。いや最近ね流行ってんだよね、光のトーテム持ち殺人鬼って。ハグこういうパークだと、あ、やば、来てる。なんとなくハグな気がするな、これ。なんとなく、ほら来るんじゃないか、どっちだ。あ、やだ、本当にハグだこれ、痛い痛い痛い。なんだこの呪いのトーテムを、まず最初にね、こう挨拶しに来たと。で、守るために今後ろで魔法陣書いてんじゃないかな。でなってくると私ちょっとこっちからはけてと。さあちょっとロッカー入っとこう。便民がそっちか、どうだ、こっち来るかな。多分光のトーテム守ってんだよね。そう、最近流行ってんだよ、光のトーテムの、あのデボアホープ持ち殺人鬼って。どうだ、なんか嫌な感じ。ここ多分光のトーテムもあるし、さっきフェンミンも走ってたしっていうので警戒してる。なんとなくこれウィスパー持ってんじゃないか、やたらここ警戒してるな。そこの発電機今壊した感じか。あ、やだな、ほんと暗い。ハドンフィールドさ、凶悪なんだよな、部屋の中暗くなるか。あ、今壊してるか、今壊してはけていくかな。さあ、いけるか。できればね、光のトーテム壊したいな。ウィスパー持ってない、スッと向こう行った、大丈夫か。あぶねえ、危ねえ。血の跡がなくなってたからまだ見つからなかったけど、あれウィスパー持ってたらやばかったな。さあどうしよう、自己治療が先か。あ、今分身出してる、ちょっと待って、自己治療の前にこれ光にとっても壊した方がいいか、切られてんだ。こういう場合ね、ハグのデボアホープ持ち殺人鬼、多分デボアホープじゃないかな、光のトーテムね、誰かが分身出して壊し切られてるのであれば、ここもうやられる覚悟で壊したんというか、ね、こうなってくるとね、多分また戻ってくるんだよね、殺人鬼が。でその前にもう壊しきらんというか、あ、やばい、持ってきてる、どうしよう、もうダメだ。あー、分身、おい、強制か頼む、強制カメラ、ハグの強制カメラ、ほんと凶悪なんだよな。戻ってきちゃったか。そうなんだよね、これ殺人鬼がはけてもすぐにでも手かけないとって感じでね、途中でね、あの生存者が分身を出したからそっち行って一回ちょっとね切りに行ったけどっていう感じか。さあ生存者がそこか、気をつけろ、危ねえぞ。しかも2階で、お、ちょっと待って、近いっすけどこれメーター溜まるぞ、どこから脱出しよう。オッケー、いけるぞ、脱出、オッケー。ワンパン、ワンパンっていうかあれ持ってないんだね、あの鉄腕。危ねえ、ほんと暗すぎてもうよくわかんない。さあ向こう行ってみようと。多分ね、先ほどの場所付近から多分そんな吐けないと思うんだよね、殺人鬼。なので一回治療してもらったりして、あの安全になり次第トーテム壊しに行こう。多分ね、あの光のトーテム持ってる系殺人鬼っていうの、持ってくる系殺人鬼っていうのは大体ね固執するか、
ていう感じになってくるんだよね。まあ、光のトーテムね、つくパークとしてハグの固有パークね3つほどつくんだよね。発電機遅延するのはね、あの殺人鬼結構ね持ってくる方多いんだけど、発電機をいじったりするとねそのパークが見えるんだよね。で見えないのがねこのデボアホープともう一個なんだよね、ザ・サードなんたらってやつ、第三の封印ってやつだったかなっていうのはねこう見えないんだけど、だいたいねその光のトーテムある殺人鬼、あれ持ってるやん、発電機遅延させるやつ。ちょっと説明に夢中で気づかなかったけど、そっか今回じゃあ2つ光のトーテムあるんかな。で一番厄介なのがね、あのデボアホープっていうハグ固有パークのもので、なんかねその3ポイントぐらいかな、3ポイント貯めるとメメントモリとね同じ風になって生存者をね殺害することができるっていうねものになっております。で結構最近流行ってるんだよね、デボアホープ持ち殺人鬼って。で特にハグだと守りやすいんだよね、あの分身が出るから。で分身を一応書いといて、であの壊される前ぐらいに結構定期的に戻れれば、生存者をねやれるかもしれないっていう感じなんだよね。あだいぶ慎重だね。そうね、今回ハグだから慎重に立ち回っていきたいね。でこうなってくると多分あの殺人鬼の傾向としてはあの光にとってもね何としても守りたいから、もうそうなってくるよね、無視して発電機、であの近くの発電機が多分全部つけきれるところまで行けると思うから、もうここはね頑張って直しましょう。で発電機のこの呪いのやつに関してはグッドスキルチェックだとあの発電機のゲージをね 8% 減少させてしまうんだけど、まあね下手にグレートスキルチェック狙うとパーンってやっちゃったりするから、たとえ遅くなったとしても殺人鬼多分あそこから吐けない、今回多分吐けないと思うから、もうねあの時間かけるだけかけて修理してしまうと。でグレートスキルチェックだったら発電機のあのゲージ加速なんかボーナスでさゲージが一気にボンって増えるんだけど、あれはなくなるものの、まあなんだろうな、修理まだ楽になるかなっていう感じかな。さあどこをつけていくかな、あと残り2つでしょ。はっとーてまな、あれこれ普通のトーテム、まあここに多分ハグ出してもいいんじゃないかな。こっち来るかな、あ来てないか、範囲外ってんのかな、あれじゃあここ今壊せんのか、どうかな、壊していきたいけど、ただね殺人鬼がデボアホープ持ってる場合って結構生存者をね吊るしては助けさせてっていうことしないとポイントが溜まっていかないんだよね。いけるかな、一人切られてんだよ、出張中、あ中央来てんな、中央ではないところか、さあ壊しきれるか。ここでね光のトーテム壊せるとね殺人鬼怒っちゃうんだよね、すごい。いける、いやこれ時間足りなさそうだな、ギリギリでもいい、耐えれるか、大丈夫だ、よしよしよし、壊せる、あぶね、さっきビビらなくてよかった、オッケー、さあ殺人鬼来るか、いけるか、よしこれで、もしもデボアホープ持ちだった場合これでパークが無効になるから。でも来なかったな、もう一個遠くに光にとってもあるんだろうな。さあエースちゃんとここ合流して、とエースじゃないビルだ、もう暗すぎてさ何がないやろって感じ、向こうでダウンか、中央でチェス中だったんだね、どこにあるんだろうもう一個、もしかしたら今のトーテムってあの発電機の遅延を遅らせるのをなくすっていうものだったかな、どっかにもう一個あるかもしれない光のトーテム、ただ一人がやられてるってことは今のうちだね、もう一人が生存者ね光のトーテムに気づければ壊しきれるかもしれない。さあここの発電機がつきそう、中央か、ハグ開いてて中央って結構難しいんだよね。さあこうなってくるとね先にゲート開けた方がいいな、生存者助けるのも重要だけど、あビルが行くか、じゃあ私が助け行こう、一つはねゲート開けてないと生存者助けてもいけないと。さあドキドキしてる、中央守ってる、ただねまだボロータイムがあるから多分ビルに関してボロータイム持ってんじゃないかな。さあ安全に行こう、まだ大丈夫、どこだこっち来るかな、あブーって言ってる、お非常大すぐちこんなとこに、多分今ゲートのとこ行ってんじゃないかな、行くぞ助け行くぞ、ただ書いてるよね、あそんなとこにも光にとって待ったんや、なんか中央からここら辺履けないなと思ったらそういうことか、
もうここ行くしかないな。ゆっくりなんだな、この歩きが。行けるかな。誰？誰か近く来た？バーンって今出たぞ。うわうわ、強制カメラやばいこれ。強制、ほんと、ただの強制カメラ、凶悪なんだよね。さあ、まだ大丈夫。ボルテアもあるから、走れ、フェンミン。行け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 。あら、来ない？あら、どこにあったんだろう？裏のところなのかな？さあ、直しきろ。直しきって出ていこう。めっちゃ書いてそうだな。こっちすぐ戻ってこなかったもんな。なんか嫌な感じだな。行くぞ。うわ、黒すぎて見えん。なんだここ、袋小路か。うわやばい、凶悪すぎる。あ、方向感覚、方向感覚失っちゃった。やっちゃったなこれ。また近いですか。あ、仲間が来てくれてる。すまねえ。あ、さっきの2人だ。よかった。しかもフラッシュライトまで。ありがとうね。ありがとう、ほんとありがとう。助かった。さあ、人形ね、これ吊るせないじゃねえかっつって。あ、ほんと助かる。さあ、2人が今ね、ちょっとはけたけど。あ、黒デッド、まだやってくれる？フラッシュライト。あ、やっちゃったな黒デッド。私はこのままもがくでいけそう。黒デッド、助け行くから必ず、君のことは。オッケー。さあ、私これ2回目だな、脱出ポイントうままやで、これ。はっはっと。さあ、ビルが一応2壁送迎か。こっちまでは来ないよね。多分クローゼットだな。ちょっと待ってろ。ビルが今分身出してんのか。いや、フェンミンか。ひとまず自己治療。フェンミンあれ自己治療持ってないかな。あそこ2人で直しきった方が早いな。で、ビルが一応待機か。フェンミンこっち。フェンミン。フェンミンこっちおいで。フェンミン。気づかないかな。あそこチュルチュルしてるもんな。どこ行ったんださっきの生存者つって。フェンミンこっち。私自己治療すごい遅いのレベル2だから。行っちゃったかな。こっち来ないかな。こっちだよフェンミン。一応こっちの方で一応私直してるけど、ちょろっと見えないかな。こっちおいでフェンミン。直して、よかったら直してあげるし。なんだったらまだあの生存者さ、1回目だからまだチャンスある。さあ、フェンミンがあそこで。フェンミンがチェイスか。おい、そんな状況でチェイスか。大丈夫か。あ、違う、音出して刺そうとしてんだ。ビルがこっち戻ってきたな。ビルが追われてんのか。私が行こう。ボロタイムまだあるから。そうだ、ハグってさ、ボロタイムが聞きづらいんだよね。その分身にこう瞬間移動してくるんだけど、本体が乗り移ってない バージョンで救っちゃうと、あのボロタイムが不発に終わることが多いんだ。さあ、強制カメラに負けないぞ。ここでも出るだろうな。さあ、一回切られた。よし、これでボロタイム発動する。行くぞ。行け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 。よし、一回ミスったな。行くぞ、このまま走っていくんや。さあ、私もボロタイムあるから。行け行け行け。うわ、ちょっと待って、これ押されることによってちょっとブレた。よし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 、おじよし、走っていくぞ。どこ行った？後ろだな。さあ、クローゼットが向こうか。さあ、私こっち、こっちのゲートが近いんだよな。さあ、ビルが2壁葬儀してくれるか。来てるな、来てる。オッケーオッケー、行くぞ。来てる、ハグも来てる。ありがとうビルじいちゃん、助かった、ありがとう。さあ、ここでギリギリまでビルが時間稼いでる。はい、ということでね、無事エスケープでございました。ありがとうございます。いや、これどうだろう。残りの生存者もうまいこと脱出できればいいけど。さあ、見てみよう。フェンミンが宝箱漁って、あ、じいちゃんも脱出と、うん、で、クローデットが、まあ、元気になってからゲートを目指すかなっていう感じか、うん、さあ、どこのゲートだ。私たちが脱出したゲートかな。フェンミンが傷ついてるから、この方が見つからないように脱出できればいいけど。開いてる、よかった。逆側も空いてたのかな、じゃあ。うん。という感じ。あ、そうね。あの、分身があると、ほんとすぐにでもね、ワープしてくるからっていう。あ、来てるぞ。スッと見えたな。大丈夫か？いけるか？分身なしと。うん。こっちのゲートに関してはノーマークっぽかったもんね。あ、クローデットも合流して。よかったね。ほんと今回ナイスチームワークだったね。誰も見捨てないっていう感じ。で、もしかしたら、あの、デボア・ホープ、まだ生きてたのかもしれないな、殺人鬼の。はい、という感じでございました。 GG と、キラーム GG でございました。はい、で、まあ、今回はね、ボロタイム生存者2人持っていたという感じでございます。そしてね、ナイスチームワークと、うん、本当にチームワーク良かったよね、という感じでございました。ありがとうございます。やっぱり殺人鬼、あの、ハグコ U パーク2つ持ってたんだね。ね、ルインだったかな、発電機をこう遅延させるっていう、発電機になんかこうガシッと掴んでるパークと、あとはあのデボアホープ、やっぱ持ってたね。あのハグの口元マークみたいなものがあるんだけど、
左から2つ目かで、こっちがルインで破滅か、うん、まあね、こういうパークだと、いやこれも確かに厄介だけど、こっちの方が厄介なんだよね。そう、トークンっていうのがあって、まあ、ポイント貯めてね、トークンさえ貯めてしまえばメメント盛りも可能だと。ただ今回はね、みんなあんまりやられなかったので、多分このパークがまだ残ってたとしても多分やれなかったよね、トークン貯まってなかったから、うん、という感じでございます。で結構ね、このデブアホープ持ちの達人機もね、結構最近流行ってきてて、で大体2種類に分かれるんだよね。非関連トーテムからある程度離れる系殺人機と、あとは結構固執してくるっていう。で特にハグだった場合は、あの非関連トーテムの足元のところにね、あれ持ってんだよね、ワープか、うん、分身を書いてっていう感じか、うん、に、なりますけど、あれ今回鉄は持ちだったけど、そっか今回メンバーが頑張ってくれたおかげだ、うん、でまあ私はなんとか、脱出することが、できたとなっております。さて、こちらね、ちょっとフェンミレベル上げていきましょう。さあポイントね、6万ポイントほどありますので上げていきましょう。いやーこれほんとね、フェンミンの方もね、次のレベルでこういうパークなんだよね。まだ作画パークは出ないと思うんですけどね。一応ティーチブルの方はね、あの固定で取れるので、レベル35のティーチブル何なのかちょっと確認していきましょうか。さあ取れるか。残り4万ポイントほど。うん、ちょっと経験値アップもちょろっといただいてと。またもちょろっとしたところか。うん、ちょろちょろ取ってと。さあこっち取ろうかな。うん、こっち取って。さあこれでレベル35、さあティーチブルが出るぞ。フェンミンティーチブル、あれしなやか、あれ作語レベル35で出るんだ。あ、そうマジか、これ嬉しいな。まだ出ないと思ってたもん、レベル40かなと思ったけど。でもあとはこれか、ウィルメイクイットきっとやり遂げるっていうパークか。うーん、まあ作語だよねティーチブル。じゃあこれでさ、クロデと育てられるな、やっと嬉しい。さあ、これでやっと出現するようになると。うん、これずっと欲しかった。でね、レア度が上がればね、最終はレア度1だと60秒、50秒、40秒で、どんどんね、使えるようになると。しなやかパークね。クローデット。うん。さあ、こちらちょっとね、ブラッドエイブ進めていきましょう。で、次はね、リーダーかな。うん。まあ、リーダー優先と。リーダーとオブジェクトオブオブセッションがあるけど、これほんとターゲット取り用だからね、難しいんだよね、丸見えだし。で、まあ、リーダーパーク、うん、取らせていただいてと。はい、ということでね、まあやっとフェンミンの方の作語へパークが取れましたので、まあ、これからね、クローデットもガンガンね、レベル上げていきたいと思います。で、まあ、このポイント2倍での期間中にね、どれだけクローデットのパークを取り切れるかっていうところにね、かかってきますので、まあ、少しずつね、ポイント貯めてはクローデット育てていきたいと思います。はい、で、まあ、今シーズンもねランク1、できればこのポイント2倍での期間中にね、こうがっつりランクを上げて、今シーズンもねランク1またね到達できるように頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。で、まあ、今回はね、ハグ固有パーク持ちね、殺人鬼からうまいこと脱出できたけど、本当にね、光のトーテムに固執する系殺人鬼っていうのはもうほとんどがね、だいたいそこでしか守っていないから、他の発電機が意外とノーマークだったりしますのでね、まあ、そういう殺人鬼じゃない場合もあるけど、まあ、結構ねそういう系の殺人鬼もいたりするっていうね、とある一例という感じでね、こう見ていただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。